日本の国民負担率は46.8%らしいのですが、これが50%になると思いますかはい、時間の問題になると思います。 自分としては日本は景気が悪くなった方が皆が苦しみ、正規のつみたいな時間が増えて面白いので、負担率は増えてほしいんですが、50%超えるのは難しい気がしています。と、別にあの、30%超えてもきついし、40%超えてもきついので、で、50%超えないようにしようとかっていうの特にやってるわけでもなく、社会保険料とか消費税とか、ちょこちょこ勝手に変わって増えていくんですよ。介護保険料とかも上がっていくし。なので、時間の問題で徐々に上がってって増えて、で、あ、50超えたよね、 ってて結果としわかるっらその,あの日本という国は基本的に税金やその社会保険社会保険料負担とかっていうのはずっと上がり続けてる国なんですよなので下がることはほぼないと思いますなので構造として下げないとまずいよねって分かってる人は少数派なのでで少数派の人は「あこの国やべえや」って言ってこの国にいなくても暮らせるようにするっていうのを始めちゃうんですよ なので、あの、金持ちの子供はインターナショナルスクールに入れたりとか、で、日本の投資家の人たちも、大体あの、外国の、なんかあの、その、インデックスファンドだったりとかを買ったりっていう形で、あの、日本にその、長期的な、要は一本足打法をせずに、日本はいい国だけど、日本以外の国にも財産とか生活拠点っていうのを作れるようにした方がいいよねっていう形で、その、片足だけ入れるみたいな形になりつつあったりするので、なので、構造的にはもう、日本は負担率はずっと上がり続けるっていうのは変わんないんじゃないかなと思います。